インザコ19時40分のベリ水曜日のベリーダンスを担当しております北村と申します。クラスの始めにウォーミングアップとしてピラティスの動きをメインとした基礎体力づくりを行っております。ベリーダンスに必要な部分の筋力を上げることと怪我をしにくくするために行っています。それからテクニックをメインにアイソレーションとフロア全体を使ってよく使われるステップやターンの練習もしております。クラスの終わりにはその日に使った動きをまとめて短いコンビネーションを踊ります。クラスは参加してくださっている方に合わせてその都度作り上げておりますので、初心者の方も経験者の方も楽しんでいただけるよう工夫して行っております。ぜひ一緒に踊りましょう。